福島市写真美術館は、福島県福島市にある主に写真を展示することを目的とした美術館。別名、花の写真館。福島市中心部の忍さんのふもとに2003年4月15日、開館した。写真家の秋山翔太郎が、市内渡りにある花見山公園を、福島には、桃源郷があると全国に紹介し、 福島市の観光に貢献したことから2001年10月に福島市ふるさと栄誉賞が贈られ、その折、秋山から作品の寄贈を受け、当施設が開館した。収蔵してある秋山の作品の内花や婦人像など4から50点が常設展示室に展示され、各種企画展やワークショップも開かれている。建物は1922年、 平身省電気試験所福島試験所として建てられ、後に日本電気景気検定所として使われた。石像2階建て、寄せ棟、瓦吹きの建物であり、柱型を意識するように上部がデザイン化されている。玄関周りを外壁面から張り出すことで、正面性を強調させ、屋根上部まで伸びたパラペットやレリーフ、玄関屋根周りの衣装などが建物を印象的な、 ものとしている。大正時代に建てられた近代建築の遺構として、貴重なことから2002年6月に私有形文化財に指定され、長い間歴史的建築物として市民に親しまれてきた。一階の内装も美術館の開館に合わせ、建設当時に復元されており、玄関や漆喰壁、レリーフに当時の面影が伺える。二千十一年三月十一日の 東日本大震災で被災し、約10年間休館していたが、耐震工事を行い、2021年5月29日にリニューアルをオープンした。ありがとうございます。